ょっと風呂から上がったらお洋服が着れるように準備の方をしていきます。でこの下はね、今これまあ深いからいいんだけど、あの床そのまま寝かせるときに痛いので、何かしらまあバスタオルで敷いてあげてもらって、その上にお洋服、半肌着と中肌着とか着てるときはあの袖をね入れといてもらって、一回腕ピッて通したら着れるようにしておいてください。はい、お水ですね。服用のバスタオルね。あと綿棒とアルコールの消毒が3セットの中に入っていますので、そこまで必要ではないんですが、1週間ぐらい使うと思って消毒をしていきます。保湿のローションですね。これがなくなったら別には何でも市販の赤ちゃんのものであればいいと思うので、保湿ローションかクリームとか塗ってあげてもらうといいかと思います。でお湯を張ってもらって、大体40度ぐらいで用意しておいてもらったら、湯桶があれば湯桶で測ってもらったらと思うんですけど、別に入れてもらって、あそこなんか冷たくないなと思って確認してもらったらそれでいいです。せっかくなんでお風呂入る前に引っ掛けた水袋から熱を測ってあげてください。だったら同じ時間に入れてあげるとこれね、あの赤ちゃんの生活リズムもつきやすくなりますので、大体同じ時間に体温を測ってあげて、この子の変熱がどんなもんかっていうのを覗いてもらったらいいかなと思います。すごい感じ。女の子って手ちっちゃいので難しかったりするから、支えるだけでいいです。足元からお目にから拭いていきます。カーテをギュッと絞ってもらって、目やにが出てたら目やにが出てない方から拭いてあげてください。優しく目を拭いてあげる。同じ箇所で何回も拭いちゃうと、せっかく拭き取った汚れをなすりつけることになるので、面を変えてもらうか、1回ずつこうやって吸いでもらって拭いてあげてください。次お顔ですね。あの石鹸はこの固形石鹸でもいいし、で泡のソープでもどちらでもいいです。特に顔とかはあの湿疹ができやすいので、結構目とか近いと怖いと思うんですけど、眉毛の上とかも洗ってあげた方がいいです。拭き残しさえなければ別にない、何でもいいです。拭き方はね、こんな感じでお顔を割り、で頭を洗っていきますよ。ガーゼでもいいし、お手軽でこうジャバッとするのでもどちらでも構いません。で泡をつけてなでなでするような感じで洗っていきます。次首元ね。首元結構シワがあって、あの結構ほっこりだったりとか汗とかで汚れてますので、指先親指と差し指でこうつまむような感じでシワの間も伸ばして洗ってあげてください。で胸とお腹、おへそのところも指でしっかり洗う。はい、で手です。手のひらからキュ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 とちょっとこう軽くねじるような感じでくるくるとして洗っていって、脇も忘れずに洗ってあげてください。で手をキュッてしてる時とかは今とはしてくれてるけど洗いにくいと思うので、小指のところをこうやって親指入れてもらうと手のひらの中も洗えます。手のひらの中も案外汗かいたりとかしてますので、しっかり広げて洗ってあげてください。お湯の中にも入ってしまうので泡流れてしまいますけど、うん、いいです。こうやってギュッと持ったまま足先からキュッキュッキュッと、うん、石鹸水こすり洗うような感じですかね。はい、じゃあ奥側の脇の下に4本指入れてもらって親指かけます。で手のひらで胸支えてもらって良い子でしょう。でここを、ね、自分の手に引っ掛けておいてもらうと安定します。こうならだってジャブってつけないようにだけ気をつけてあげてください。で背中とお尻と洗います。で最後にお尻の穴を洗って、女の子の時はあの割れ目のところを親指とかで優しく指の腹で擦ってあげてもらって洗ってください。男の子も指の腹で優しく洗ってもらったら大丈夫です。はい、じゃあこれで洗うのは終わり。じゃあ髪の代わりに今日はここに入ります。じゃあ上がりますね。拭いていきます。だったりとか、首のとことか水分が残りやすいです。皮膚と皮膚がくっついているので、拭き残しがないように拭いてあげていただいて、1日1回
回裸になるので、その時に昨日と比べてね、皮膚の状態どうかなとかね、お尻かぶれてないかなとか、どっか怪我してないやろかとかって見てあげてください、ね。まあ、とりあえず、おむつ当てといてください。軽くね。じゃないとおしっこ飛ばされる。おしっこしていただいて、へそのね、ここですね。ここを押しても意味ないので、この根元を、まずはちょっと水分取っといてもらって、お洋服を切っていきますよ。で、お洋服を着るときは、袖をこうやってまくってあげてもらって、外側から手を迎えに行きます。お鼻の掃除させてよ。綿棒の半分ぐらい。結構こう暴れたりとかするとぐさっとさ危ないから固定してもらって、とくる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 っと。で、お耳の掃除しっかり横向けてもらって、入り口と水分を取ってあげるようにして、終わり。お疲れ様。素晴らしい。今から初めての沐浴です。重た、難しい。自分で拭いてるみたい。いいかな。どう思う？よし、オッケー。ざっくりいいか。わからんわ。難しそう。また。え？おまた洗ったけど。お尻洗った？お尻も洗ったで。チンチンの裏と。髪の毛は？洗った。バシバシ。めっちゃ黄色。嬉しそう。気持ちいい。気持ちよかった。綺麗だったな。考えてんの？気持ちいいやろ。ファーッと。